まあ、ぜひ、まあ、この車を買えないで続けてくれというそのお客様からのすごく熱い声を多く頂戴しまして、ブランドとしてもですねランドクルーザーのヘリテージをしっかり継承していこうと、まあ、それを象徴的にこう体現していくのがやっぱりこの丸目じゃないかなと。ランドクルーザーのこの源流と言われているこのランドクルーザー40ですね、まあ、その40の血をやっぱり色濃く引いているのがこのランドクルーザー70だと思ってます。で70はですねこのヘビーデューティーと、まあ、言われますけれども、お客様の生活をずっと長く支えてきた車になってます。世界中で本当に走ってる車なんですけれども、まあ、その中でもやっぱりワークホースとしてですね豪州の鉱山であったりだとかアフリカの中での人道支援であったりですね、まあ、そういう、まあ、世の中のお役に立てるような車ですので、必ず継承し続けなきゃいけないって思ってるところはフレームの堅牢性であったり頑丈さであったりシンプルな構造で直しやすい、これがやっぱりヘビーデューティーであり70の良さだというふうに思ってます。まあ、この先10年20年この車が愛され続けるようにやっぱりしっかりとあの時代に合わせて変えるとこは変え守るとこは守ると、あの前回のですね販売のタイミングが2014年、まあ、そこから先ですね日本の向かう方向も環境意識だったり燃費性能を重視したり、でその中でこの70というまあコアな車はですねガソリンではなく、まあ、ディーゼルっていうのが最良の選択であるかなと。でもともとですね70では象徴的にこう MT がこう設定されてましたけれども、もう少し扱いやすい車にしてほしいというご要望の声が、まあ、そこにお答えしていこうと思うとやはりこの AT の設定というのがですね今回の再再販にあたっては最良の選択かなと、まあ、本当にその熱い思いに応えて今回再再販につながったっていうのは本当にチーフエンジニアとしてもそうですし、まあ、トヨタ自動車としてもあの非常にやっぱり大きなことだと思ってますし、このランドクルーザー70とランドクルーザーブランドをですね100周年に向けてつなげていきたいなというふうに思ってます。まあ、新しいあのご自身のこの相棒として今まで行ったことのない険しい道であったり、まあ、様々な場所に一緒にまあ行ってもらってですねあのいろんな豊かな人生だとか経験っていうものをぜひ70と一緒に歩んでほしいなというふうに思ってます。